宗布教は、中国三国時代の呉の人物。三国四五書、超通ル伝中に引く、呉六に略伝がある。八世の一人、絵画に巧みであった。ある時、孫権の命で屏風を描いた際に、誤って、筆を落とし点をつけてしまった。そこでその汚した点を利用し、それをハエにしてごまかした。その屏風を提出すると、孫権は、本物のハエだと思って、 手で払おうとしたという。総布教は、ある時、水上に赤い竜が飛んでいるのを見かけ、それを絵画に描き取った。その絵は後に、孫広氏に献上された。時代は下って、南朝宋の文帝の頃、干ばつが続いたことがあった。その時、この総布教の竜の絵を水上に置くと、にわかに雲が湧き立ち切りが起こり、大雨が注ぐがごとく降ったという。赤から数十年、構造会が、 このとの兼業に入り、孫権の指示を得て、江南地方で最初の仏教寺院であるがて初寺を建立した。宗布教は寺院が建つとすぐに仏像の絵を描き始め、また絵の巻物を作成し、礼拝堂に備えたり、また寺の壁を荘厳に描いたりして、寺の建立に貢献した。宗布教は中国史上初めての仏像画家といってもいい活動を行っており、 中国における仏教の普及に一定の貢献をしている。宗仏教は竜、虎、馬、人物を描くことが得意で、時には50尺の絹を並べて一人の肖像画を描いたこともあり、その筆裁きは驚くほど手早く描き出して間もなく完成した。人物の頭、顔、手、足、胸腹肩背など、どこであっても一つの誤りなく描けたという。 宗布教の画風は精神の影響に伝わり、また後の画家の小返し、陸元無比、長宗洋らにも伝えられた。南西のシ家は著書の古賀品録にて、当時著名だった27人の画家を、第一品から第六品まで分け論評している。第一品には、陸元無比、宗布教、影響、長み。 純次への五人を挙げており、総不況の絵画に最高級の評価を与えている。代表的な著作には、玄女樹、皇帝平夫図。また、龍子図、青系龍赤番龍などの十点、馬、エビス子番獣様、四道様などの四点が、歴代名所記に記載されている。交渉、玄武氏総久氏、総不況、帝王名、クレハン、圧氏、 超通る四字熟語、落筆転売、へ、小遊録第二の作品は、総合の弁奏し差し取らず、第三の作品は、社記事の列女定結図,図と伝えられている。ありがとうございます。